アルコール先生ピアノの巻は、1914年公開の短編サイレント映画、キーストン社による制作で、主演、監督は、チャールズ・チャップリン。1971年に、映画研究家ウノ・アスプランドが制定した、チャップリンのフィルモグラフィーの整理システムに基づけば、チャップリンの映画出演31作目に当たる。ピアノ運搬人のチャーリーは、 相棒のアンブローズと共に666ストリートの家にピアノを運んでいたが、間違って999ストリートの家に運んでしまった。二人は本来の注文主のところに改めてピアノを運ぼうと、するが悪戦苦闘の連続で、ついにはピアノを湖に落としてしまう。この作品は後にチャップリン以外の手によって発展した形で、スクリーンに再登場する。 ローレルハーディの1932年制作の映画ミュージックボックスがそれである。チャップリンはまた当時の一巻もの作品で90ショットを要するところをこの作品ではわずか27ショットに抑えている。細かくショットを刻むよりも一つのショットを長めに取った方がより喜劇的演技が生きるとチャップリンが判断したためであり、この手法は間もなく バスター・キートンも自作に取り入れることとなった。冒頭で、チャップリンが、マックス・ウェインに、ワニスの缶を飲ませるギャグもある。エトセトラ1914年制作、2010年発見の、泥棒を捕まえる人を除く、ロビンソン P438 では、アリソ・ハウエル、ロビンソン P438 では、ジョー・ボルドー。ありがとうございます。